はい、こんにちは、夏林です。今回はですね、サイクリングの様子をお伝えしたいんですが、実は、この iPhone6 用の、スマホ用ですね、の自転車用のアタッチメント、台座を買ったので、それをつけて、実際どんな映像が撮れるかというかですね、これ自体は、向きは固定されるんだけれども、どんな風に使えるかをちょっとレビューしてみたいなと思います。箕浦の、自転車の台座ですね。こんな感じで取り付けました。で、これを広げて、iPhone6 プラスだとかなりギリギリですね。まあ、こんな感じになりました。落ちることはないと思うけど、こっちだと自分撮り、自撮りはできるのかしら。ちょっとやってみましょうか。お、撮れてるな。 面白い。しかしこの映像が欲しいかどうかは別だな。悪くはないような気はしますが。今度はカメラを外に向けてみよう。だいぶ取り付けに苦労したんですが、結論から言うとですね、自転車にの走行してる様子の映像を撮りたかったんだけど、こういうふうに斜めになってしまうので、ちょっと上向きな感じになるので、ちょっとですね、向いてないですね。一応撮るだけは撮ってみるかい？どんなのが撮れるんだ？GoPro 計画失敗かもしれない。結論から言ってですね、このアタッチメントがいろんな方を向くようにはできてないっていうことで、iPhone を GoPro みたいに使いたかったんですけど、ちょっとできないみたいです。ほら、もうここでくっつけるとさ、ここが変速機が邪魔で、コードとか邪魔でうまくつけれないんだよね。なんたか良くないです。まあ、こういう使い方は想定してないんでしょうけれども。なので、じゃあ iPhone をナビとして使ってみましょうか。見えにくいかもしれないですけど、金田一に行く沢門商店。これってさ、ナビになんないのかな？今ここに行くみたいな。マップを開いてるんですけど、実際どういう使い方ができるのかいまいちよくわかってないですね。今現在地が示されていますが。まあ、とりあえず行ってみるか。ネットで検索して、マップの、なんだ、マップをナビにする方法知りました。なんかこの出発を押すとやってくれるらしい。金田一温泉まで行きます。出発。なんか喋ってるけど、ちょっと聞こえないね。15メートルって書いてる。わからないが行ってみよう。ちょっと全然見えないけどね。すごい。8.4キロって出てる。金田一温泉駅まで。
見えないか。まあ行きましょう。はい、今あと 4.4 キロのところに来てます。で今 iPhone6 のなんだ内蔵マイクを使って撮ってるので風切り音が入ってるかもしれません。今使ってるアタッチメントだと IQ5 マイクですね、マイク外付けのマイクがさせないんですよ。なので、内蔵マイク今使って撮ってますけど、それだとちょっと風切り音がすごくて音声が聞こえづらいかもしれないです。まあこれも実験のうちなんでどんな風に撮れてるか後でチェックしてみましょう。ナビで、マップアプリでナビっているわけですけれども、見た感じですね、かなり正確です。ほとんど10メートルの狂いもなく表示しているようなイメージです。まあ今はチャリの移動なので、それぐらいのスピードには余裕で、ついてきます。これが自動車の移動スピードにちゃんとついてこれるならかなり実用的ですが、まあそれは、まあ、次の動画、違う動画の時に検証してみたいと思います。マップ機能のナビ、かなりマップアプリのナビかなり使えます。あと150メートル先です。実はですね、途中で最初に iPhone が示したルートと違う近道の裏道の方に入ってったんですけれども、それでもですね、ちゃんとルートを新しく検索して正しい道を今示しています。あ、喋った。で今近づいてきたらちゃんと踏切に渡るルートも示してあるね。素晴らしい。はい、了解です。あともうちょっとで、金田一駅です。なんて言うんだろう。あと 40m、 15m、 10m 到着しました。おーすげえこれ 100% ナビでしょ。素晴らしいです。はい、到着しました。というわけで、金田一駅に到着しました。さっきも言った通りですね、 iPhone6 のマップアプリを使って、ナビにする計画は大成功です。まあ、さっき自転車に乗ってる時も言ったんですけれども、途中でですね、最初に示したルートではなくて私が知っている近道のルートを入ってきたわけなんですけれども、それでもちゃんと正しいルートをまた探して、ルートを表示して、ここに来ることができました。すごく有効ですね。で、まあ、今回iPhone のなんだアタッチメント台座ですかを、まあ、試す予定だったんだけども、まあ、それからマップ機能を使って、それのナビが実際どれぐらいの性能を発揮するのかっていうのを試したわけなんですけども、すごくよくできているアプリだと思います。皆さんも自転車に乗ってる人は試してみるといいんじゃないかなと思います。本当はね、
自転車から見たこう走行の様子なんかを撮りたいと思うんですけど、まあこれそれはこれから違うアタッチメント台座を試しながらやっていきたいと思うので、まあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。ではさようなら。